風間凛平です、今回の作って遊んでサイエンスは新聞紙を使ってこんなダイヤードコを作ってみんなで飛ばしましょう、新聞紙のこの片面を使います。今ちょっといろいろ書いてありますけども片面を使います。片面を半分に折ります。まあ軽く印をつけておくってことですね。この印が起点となってこんなような形、ダイヤダコの原型を作ります。それを切ったものがこんな形です。周りに1センチの余分な部分もこう作ってあるんですけども、これを全部折っていってこうのり付けします。のり付けするとこんなペラペラと思われる新聞紙が実はすごい強いタコの材料になります。竹ひごは新聞紙より1センチずつ大きく長くカットしてますので少し長く出てると思います。次にポイントは、タコの表面に糸目といってタコを上げるための長い糸をつけるところを作ります。この十字架になったところを4つ穴を開けてますね。そこにまず糸をこのような形で通します。これを表側にすると、まあ、このような形になってます。こう上から出た片方の糸をまず斜めにたすき掛けにして穴の中に入れていきます。そうすると裏にこういう形で出てきます。ひごをまたぐように入れてあげればいいわけです。このように通します。出てきた糸をしっかり結んであげて、最後にこの2本の糸を結んであげれば糸目ができます。このできた輪ですね、この輪に上げる糸を結んであげればいいわけです。もう一つのポイントはタコが風を受けてもきれいに上がるようにしなりをこう入れるんですね。反りと言います。横のひごにタコ糸を結びます。でもう一方の端にタコ糸を出してきて、ここと十字になった部分と糸が3センチから5センチぐらいの幅になるように調節をしながら巻いていきます。で最後にこれを反対側からきちっと通してあげて結んであげればこういう反りができます。これでタコ本体ができました。いいじゃん。タコをあげるのがすごい難しかったんだけど、いっぱいやればもうすごく飛ぶようになったから楽しかった。飛んで上の方に行って、ひらひらして安定するのがすっごい気持ちかったです。